センター CLR のビデオ、ね、メイキングアーカイブ ILUTC の6の19、19回目を行いたいと思います。18回目から引き続きですね、よろしくお願いします。飯を食ってきたんですけど近所にあるインドカレー屋ですね。時々僕ツイートしてるんですけど、ここのなんかシェフというかコックというかコロコロ変わるんですよ。本当驚きの変化率で、さらになんか同じインドカレー屋でもうすでに店構えが5回変わっているというね、なんか一体オーナーが一緒なのかどうかもちょっとよくわかんないんですけど、不思議なお店で、でまあ当然なんかその作ってる人が変わると味が変わる、微妙になんてもんじゃないですね。全然違うこうナンとカレーが変わるたびに楽しめると言ったらいいのかまあなんか不思議なお店があるんですわ。まあよく続いてるよなって。普通なんか仮に同じ業態の店を同じ場所でやっても2回やったらなんかみんな次のオーナーというかなんか諦めてそこから撤退するとかするじゃないですか。そして別の店が入るみたいな、ないんですよね。まあインドの場合ね、なんていうんですか、そのナンを焼くための釜とかあって、多分厨房もちろん見てないですけど、なんかそういうのを設置したりするのにすごいコストがかかるから、まあできればやめたくないか、例えばなんかそのオーナーが知り合いの別のオーナーに譲るとか、なんかそんなような感じでぐるぐる回ってるのかもしれないですけど、本当不思議なお店です。ずっと続いてます。ちなみになんか今のなんか料理人が作るナンは僕はあんまりなんか好きな方ではない。別にまずくはないですけどね、まずくはないんですけど、なんか惜しいなっていうのを作る人もいたんですよね。でなんかものすごく好きだったカレー屋が1軒名古屋市内にあったんですけど、残念ながら撤退してしまってそれっきりなので、まあちょっと寂しいんですね。あそこのナンはね本当美味しくて、カレーなしでナンだけで何枚も食えるというね、本当美味しかったんですけどね、残念でしたね。なんかやっぱり向こうの方の貴族なのかなんか出身みたいで、なんか向こうの方で多分なんか親を継ぐのかなんかわかんないですけど、なんかそういうなんか理由でなんか国に帰るみたいな感じで店畳んで帰ってしまったので、本当残念でした。まあどうでもいいかそうですけども、IL 通信の続きいきたいと思います。前回のまでやったのは CGT コンバーターを実装したんですね。なんで次は VR ホルスコンバーター、VR ホルス S コンバーターを実装します。VR ホルスは VR コンバーターズに入れときますかね。ここに VRS がすでにありますけど、こいつをまあコピーして持ってきますか。BR ポルス S コンバータと、ね、でオプコードも変えておきます。で、こいつもエンドオブパスは true ですね。true か本当に、いや違いますね。分起しずに通過した場合ってパターンがあり得るので、あこれはダメですね、トゥルーにしちゃいけません。引き続き要するにこの分岐満たされなかった場合の続きのパスを解析していかなければいけないので、ここはエンドオブパスではありません、はい、で残る実装ですね。でこれあれなんですよ、 BRS と BR フォルス S ですが、両方ともちょっと MSDN で、確認しておくとですね、 BRS ありますね、あと BR フォルス S もありますね。まあ TrueS とかもありますけど、まあ今回関係ないようにするんですが、BRS のオペランドはint8 ですね。
イント8ですよね。で、それから、BR、今回やる BR フォルセス。こいつも、オペランドはイント8なんですよ。同じってことですね。なんかアセンブリ形式として3つ書いてありますね。BR フォルス S と BR ヌル S と BR0S。これはひょっとしたらアイラスムはなんかどう書いてもちゃんと BR フォルスとして解釈されるって意味かもしれないです。確認したかったのはそれで、何が言いたいかというと、今、この BRS コンバーターって IL コンバーターから直接継承してるんですよ。で、他の実装のほとんどは、このオペランドタイプコンバーターズに定義してある、この例えばインライン何とか、インライン IE4 とか、インライン IE8 から継承してるんですよね。で、違いはというと、このデコードオペランドで、デコード処理を共通して行う。インライン I4 って、オペランドのサイズは、4バイト。で、インライン I8 は8バイト。っていうふうに決まっているので、コンテキストからフェッチイント32で取り出すか、フェッチイント64で取り出すかみたいな感じで、共通化されているこれらの規定クラスをさらに継承して実装してるんですよね。で、BRS ってそういう意味では、1バイト、8ビットなんで1バイトなんですよ。今の BRS コンバーターの実装を見ると、ここですね。フェッチバイトで取り出してるんですよ。サインド 8ビットとして。で、今回実装する BR フォルス S もターゲットは8ビット。ですよね、さっき確認しましたけど、1バイトの値を取り出す。まあこれじゃあ規定クラスを定義して同じようにやった方がいいですよねと。これは、以前は実はね、共通にやってたんですよね。それをこういうふうにコンバータを開けた時に、あえて直接実装にしたんですけど、これらのインライン I4 とか、インライン I8 とか、なんかそういうのとの、共通点は何かというと、このオペランドタイプが何になってるかってことで、I4 の方はインライン I になっていて、I8 の方はインライン I8 になっている。だから、オペランドタイプによって違うということですよね。で、もう忘れてるかもしれないですけど、僕も今話しながら思い出してきたんですけど、こいつが、オペランドタイプという、enum になっていて、で、こういうの、値によって変えてるんですね。今やってるのはインライン I かインライン I8 かみたいな話ですね。で、そういえば、ショートインライン BR ターゲットってやりましたね。これ。これが、オペランドタイプがこれになってる時というのは、オペランドのサイズが、8ビットインテジャーっていうことなので、オペランド型を S バイトで取り出すような規定クラスを作れば、そいつを継承するだけで済むようになるということですね。まずはそれをやりましょう。で、ここの後ろにでも1個追加します。ショートインライン BR ターゲット。これね、なんかオペランドが8ビットっていうパターンは、この BR なんとか以外にも使えそうな気、定義できそうな気はするんですけど、わざわざこのショートインライン BR ターゲットという名前にオペランドタイプをしているということはですね、まあ多分、オペランドが8ビットの場合っていうのは、このブランチに関するものしかないってことですよね。はい。まあちょっと余談ですけども。で、これで、規定の IL コンバーターは、型付きにしないといけないので、S バイトにしておきます。サインドバイトですね。で、BR でジャンプする先は、プラス方向にもマイナス方向にも行けることになっているので、なので符号付きでないといけない。符号付きの8ビット。すなわち S バイトってことですね。で、これで、つじつまあったので、残るはフェッチですね。フェッチ、バイトだと、アンサインドバイトなので、S バイトと。まあ、キャストしてもいいんですけど、ここは、なんか、このフェッチにバリエーションを一つ作りますか。他のやつもそうなっているので。
で、フェッチバイトですね。ここにすぐ後ろに、このフェッチバイト自体は実装このままにしておいて、1個増やします。こいつの戻りをフェッチ S バイトにして、あ、じゃあ、フェッチ S バイトという名前にして、戻りを S バイトにして、で、こいつの中で S バイトにキャストしたフェッチバイトを呼び出すというふうにしますね。そうすればもう流れは全く一緒の流れで、単にあの S バイトにキャストされるだけというふうにしておきます。で、そうすればこいつはフェッチ S バイトを呼び出すだけで、S バイトが取り出されてリターンされるという流れですね。うん、いいかな。で、ショートインライン BR ターゲットコンバーターができたので、こいつを使うように既存の BRS コンバーターを変えておきます。まず継承元を変えますね。で、そうするとデコードオペランドは、シールされているので、もうこいつの実装は、ここにはいらないか削る。エンドポーオブパスはこれに特有の話なので残しておく必要がありますね。で、それからアプライの方が、オーバーライド書いてありますけど、ここが違う。オペランドがオブジェクト汎用ではなくても、型付きされたオペランドが渡ってくるので、S バイトとしてやると。そうすると、ここのキャストがもういらなくなりますね。わざわざキャストしてたんですけど、これがいらない、型付きなのでいらなくなると。これでつじつまがあったみたいな話ですね。では、これアプライの実装を下にまるっとコピーします。レコードオペランドももはやいらないので削り、これをちょっと一旦コピーしときます。そして継承元はショートインライン BR ターゲットコンバーターから継承するようにすると。あとはアプライの実装をいじればいいですね。で、こいつはですね、こいつは、ここの部分ですね。この部分。この部分が、ロードロック0で判定したい値が、入り、その値を元に、分岐するかどうか判定する。つまり、想定されるスタックの状態っていうのは、ここになんか0かまたは1が入っているみたいなことを想定すると。厳密な定義は、BR フォルスですよね。バリューがスタックからポップされます。ごめんなさい。これ、しつこいですが、これは我々がやることです。我々がやります。そして、この BR false S は、これをやります。バリューがスタックからポップされます。バリューが false の場合は、ターゲットに分岐します。つまり、スタックには true また false の値が入っているということですね。念のため見ると br false の命令およびそのエイリアスである br null と br 0って言ってるってことはやっぱりさっきと同じですね。多分 ILASM はこのキーワードを認識するけど結局 br false S 命令になるってことですね。で、は、value int32 int64 オブジェクト参照マネージポインター遷移ポインターネイティブ int の各型が0である場合に指定したターゲットに制御を転送します。バリューが0以外である場合は次の命令で実行が継続されますので、まあ0は1って書いたけど0は n ですね。ここら辺ね、この判断が逆だったりするとはまることがあるので、つまり判定しなきゃいけないのは0と一致しているかどうかですね。まあフォルスでもいいんですけど、フォルスと一致しているかどうかということを確認しなければいけない。これ
嫌ですね。なんか BR ホルス、今は関係ないですけど BR ホルスと書きながら、さっき言ったようにヌルであるかどうかとか、ゼロであるかどうか、ゼロもイント32の値もイント64の値も許すって言ってるんですよね。またこれもめんどくさいことになりそうですね。あ、でもいいか、この今実装している BR フォルスのところで、スタックの型は分かっているので、あのスタックインフォメーションを見れば分かるので、その型に応じて、必要であれば、あのその出力する、多分なんだろうな、式でいいか、 if 文の式かな、うん、if 文の式を変形さ、あの変えてやればいいので、まあなんか できそうな気がしますね。あ、よかった、なんかまた難しい問題に足を突っ込まなきゃいけないのかと思って大丈夫です。はい、でさて、そうするとですね、上の BRS コンバーターは無条件分岐だったので、いきなり GoTo と書かれていたんですが、ここではそうではなく if 文から始まるみたいな感じですね。イメージ的には、if なんちゃら GoTo ほにゃほにゃ、これでいいかな。後ろのセミコロンは後で追加されるから構わない。 if 文としてはこれで成立してますね。条件が成立した場合という成立条件が0に入る、分岐先のラベルは、ここ1に入るみたいな感じですね、うん、で0をどう組み立てるかですね、ラベル、オフセットからラベルを計算してます。まあ、それはいい。あと、それは、オペランドの計算ですね。もう一つは、スタックから情報を得ないといけないですね。コンテキストのポップスタックってやって、スタックに積まれている値の情報を得ます。なんかこれスタックインフォメーションって名前がうんうんってずっとうなってましたけど、バリューインフォメーションの方がいいかもしれないですね。まあまあまあいいや、もうちょっとやりましょうか。でこいつを使います。 CQ はね、これでシンボル名はわかりますね。何だったっけ、シンボルネームか、これでわかるか。これでいいかと言われると、フォルスであることを確認するので、こういう感じですかね。で、この式が完全に満たされるのはこの場合ですね。 SI のターゲットタイプがブールである場合は、こういう式を出力すれば OKOK ですよね。他の方の場合がどうなるかですね。まあなんかイントとかでもいけることはわかる。例えばこれイントだとするじゃないですか。イントだったらどういう式になるかというと、こいつが0と一致したらという感じですよね。ロングだったらどうかっていうと、0LL と一致したらみたいな感じの式になる。まあなんですけど、これ、ぶっちゃけ、先ほど作った、is numeric primitive? これで要するに、プリミティブタイプで、かつ数値型のものすべてを対象として、こういう式を出せばそれでいいんじゃないですか?うん、仮に、これがロングのシンボルを指してたとします。本当なら 0LL と書きたいけど、まあでも0でも通じますよね。C コンパイラーは問題なくこれを解釈するというか、認識して、ネイティブコード生成できるはずです。同じ要するに0、0として解釈するよね。自動的に符号拡張される。
のかな。ので、これで問題ないような気がするので、まあ、なんか、あの、ブールの場合と、この数値型の場合については、これでもう対応ができたってことになりますね。その他のものが来た場合、今後ですけど、例えば、あと、参照型だと、あの、ヌルかヌルじゃないかみたいなことがありえますよね。そういう判定を、まあ、ここでやらなきゃいけないんですけど、その場合は、その参照型かどうかを判定して、ごめんなさい、ここの式ですね。ここが、なんか、ヌルか否かみたいな判定を、あの、式を出力するようにするみたいなイメージですが、我々はまだ、その IL2C で変換された C 言語のそのソースコード上で、ヌルとは何かみたいなものを定義していないので、なので今ちょっとここには書けないですね。ので、まあ、これより後ろは今のところ解釈不能なので、ちょっと、あの、正式な例外という、あの、正式な例外としてスローするパターンでもないので、ちょっと、一旦は、この、インバイトオペレーションエクセプションをスローするようにして、問題が起きたってことが分かるようにしておきますか。はい。こんな感じですね。これでいいんじゃないですかね。これで、今 BR ホルス実装しましたよね。ラベルとかのインフラストラクチャーはもうすでに、前々回、頑張ってやったので、それを使ってるだけのことだから何も問題ない、何も考えずにうまく出力されるはずだという感じですね。で、4番はラベルがちゃんと2つ出力されるかどうかだから、ここから、検証フェーズに入る感じですね。やってみましょう。動かしてみましょう。はい、まずビルドが通るよねっていうのを確認します。はい、通りましたね。ちょっとテストも振っちゃいましたけど、通ってますね。はい、大丈夫です。で、テストで書いたこのコードがあります。これはここのソースコード直してないんで当然ダメなので、ここで、アサートのところでブレイクかけて、どんなソースコードが出るのか実際に動かして確かめてみます。来たかな？あ、来なかったですね。どっか別のところで例外出ちゃったかな？あ、なんか、例外出てますね。インバイトプログラムシーケンスエクセプション。これちょっと発生したら止まるようにしておきますか。デバッグの、あれは何だったかな。あ、そうそう、エクセプションセッティングスの、これ検索とかってどうやってやるのかな。エディットコンディションス。ウォールコンディション違うな。あ、これ新たなやつを足すのって、あ、アットってありますね。あ、これアットでいいのか。IL2C のインバリッドプログラムシーケンスエクセプションかな。これでいいかな。認識してるのかな、これ。インバリッド、IL2C のインバリッドプログラムシーケンスエクセプションですね。うん、これでいいはず。じゃあちょっとデバッグ実行してみます。あ、来ましたね。はい、来ました、来ました。なんだって、これは、デコーダーが、デコーダーが認識できない命令を見つけて刺さったんですね。オプコードが16、カレントインデックスは 3？ エラーく最初の方ですね。ちょっとリロードします。メインボディ3ってこれですね、CGT。あれ CGT 入れたじゃないですか。なんでですかね。
CGT が認識されていない、コンディショナルコンバーターズのシールしてますよね。だから大丈夫、認識されてる。オペコードも CGT になっている。あー、これなー、ちょっと確認したいことがありますね。というのは CGT って確か2バイト命令なんですよ。だから2バイト命令のデコードがうまくいってない可能性があるので、それを確認したらいいかな。どうやるかというと、まずここから CGT の MSDN を見てみます。あ、そうですね、やっぱりね。FE02 ですね。これがうまくデコードできてない可能性がある。どういうことかな。デコーダーで、ちょっともう一回実行して、例外は同じ場所で発生させます。はい、来ましたね。で、この時の、バイト0が 0x16。なんか違いますね。LDC-IN0 か。LDC-IN0 ですね。これが見つからなかったみたいですね。あれ、IN0 ってひょっとして実装してなかったかな。LDC コンバーターズ。IN1 からですね。IN1 と2と、あと LDC-IN と LDC-I8 を実装で、LDC-IN0 がありませんでした。ごめんなさい。じゃあ、これは簡単ですね。こいつをコピーって、LDC-IN0 コンバータを作り、オペコードを LDC-IN0 にします。で、こいつは、値として0をスタックにプッシュします。はい、以上ですね。簡単ですね。で、動かしてみましょう。通ったというか、行ったというか。アイテムの same key has already been added. NQ new pass のラベル names by IL byte index に、ブランチターゲットインデックスのラベルネーム。わかった。これは、この行で、出てるんですね。379行目。何してるかというと、ラベル名と、IL バイトインデックスのその辞書があって、そいつに新しいラベルを登録しようとしてるんですよ。ラベルって、ラベルネームと対応するそのインデックス、ターゲットインデックスを対にして、こう、辞書に登録するんですけど、これが重複してるって言ってるんですね。で、重複、してる可能性ありますよ。あるんですわ。これ、まさにこの例で言うなら、これです。これと、今この辞書への登録は enqueue するタイミングで登録してるんですけど、 enqueue するタイミングってそのブランチですね、ブランチのターゲットのところで enqueue してます。つまりこれ上からパスの解析をしていくときに、ここにぶち当たったところでと enqueue する、そしてここでも enqueue しようとする。だから2回 enqueue 発生してるんですよね。で、その分岐先が L001 で定義されているところへみんな飛ぼうとしている。こいつもここ、やっぱこいつもここへ飛ぼうとしているので、なので、それがキーになって、重複した、値を、二重にその辞書に入れようとしているというふうになっています。これは、なんか登録されてたら入れないとか、なんかそんな風にすればいいですね。トライアットとかあったかな？あれは、この古い方の辞書にはなかったかもしれないですね。ラベル、
ネームズバイでトライなんとかトライゲットバリューしかないですね。じゃあちょっと無駄ですけど、アットではなくって、辞書のセッターに、代入する形にしておきますか。まあ、ちょっと登録コストはちょっとありますけど、まあ、大したことないので、こんな感じにしておきますかね。はい。これ必ず一緒になりますよね。ブランチターゲットインデックスは、あ、でも一緒になるとは限らないかな。ああ、ダメですね。ダメだダメだ。ここで新たなラベル作ってるんですけど、これが必ずその直前に登録した値と一緒になってるかというと、インクリメントされてしまう可能性がありますね。おお、なるほど。じゃあこいつは if、コンテインズキーで、確認するしかないですね。コンテインズキーで登録されていなければ登録するみたいな流れですかね。こうしといて、登録されていなければ登録する、そうでなければ、ああじゃあ、おお、そうか、ダメダメ、この方法はダメ、すいません、トライゲットバリューでアウトバーラベルネームで、辞書からその指定されたブランチターゲットインデックスのラベル名を取得しようとします。もし取れなかったらこの場で生成してで、登録します。ない場合って分かっているので at でいいですね。 at に、再び戻して、登録しますと。で、辞書から取得できたらそのラベルをそのまま使うという流れですね。なので、それをそのまま返せばいいと。はい、これでいいですね。じゃあ、実行してみます。うん。とりあえずエラーも出ずに、最後まで来ましたね。こいつをちょっと取り出して、これそのまま C のコードに貼り付けてみますか。こういう感じです。さあどうなんだ。ちょっと小さいかもしれないですけど、全体が入るようにしました。なんかローカル変数領域0がブールになってますね。それからなんかスタックも、スタック0に int32t とブールと両方が割り当てられてますね。で、ロードアーグ0でこの引数の値をスタックに取り込みます。で、スタック1には0を入れます。で、ここは、あれですね、スタック0の値がスタック1の値0より大きければ、true、大きく、そうじゃなければフォルスがこのスタックゼロブールに入ります。でそのスタックゼロブールはローカル変数ゼロに一旦代入される。そしてこれをもう一回取り出し、この値がフォルスだったら L の0000に飛びます。 L の0000はここですね。これはゼロだからいいのか。C のコードは、テストコード、これか。テストコードはこんな感じですね。A の値が0より大きければ1を足す。そうじゃなければ2を足す。なってるかな。A の値はエリアシングを考えていくと結局スタック0に入っているので、これが0より大きい場合、 A が0より大きい場合、合ってますね、この式のままですね、場合 true になる。そしてここのコンディションで false だったら0000に飛びます。そうじゃなければそのまま false スルーします。その場合
1を入れてますね、スタック1に。スタック0に A を入れて、スタック1に1を入れて、足すので、結局 A に1を足している。で、その計算結果がスタック0に入っているので、ローカル1に、ローカル変数1に、代入して、ラベル1に飛ぶ。で、そうじゃなければ、ここですね、フォルスの5200、ここへ飛ぶ。A に2を足す。足すってことをやってますね。そして、L の0001に飛ぶ。で、L の0001は、ローカル1に計算結果が入っているので、どちらのパスを通ってもローカル1に結果が入っているので、それがスタック0に入り、そのスタック0の値をリターンして返すと。おー、できてるじゃないですか。なるほど。じゃあですね。じゃあ、ちょっとね、ここのテストコードをもうちょっとだけなんか書きやすくしたいなと前から思っていたので、C のソースコードを、メインのコードですね。メインのコード1個追加しておきましょうか。メイン C でいいかな。はい。で、こいつらは、そうか、どうしようかな。この、これもファイル名ちょっと変えたいですね。ターゲットコードとかにしておこうかな。あ、で、しかも、拡張子をエッジとかにしてヘッダーファイルに無理やりします。そして、メイン C はこいつをインクルードするんですけど、ターゲットコードエッジをインクルードする。そして、int main みたいな感じにして、で、このターゲットコードの、メソッドを呼び出すみたいにすれば、そうすれば、テストコードが分離できるのでやりやすくなりますよね。result イコール conditional ブランチメインボディの数値を入れないといけないですね。これは、0かプラスかマイナスかの値ですね。とりあえず1とかにしておきますか。で、1だったら1足されますよね。足される。そうですね。足されますね。ので、でここでその判定をする。アサート入れないといけないですね。こんな感じ。これ、ちょっと逆にしておきましょうか。こういう感じにしておいて、アサートのリザルトが1になること、みたいにしますか。はい。で、これちょっとここにブレイクを置いて、このコードを実行してみます。で、我々の生成したコードの中に入っていきます。なんかここで何らかの計算をします。まあ、なんか1足してますね。で、値を返す。と、2になってますね。あ、2、いや、アサート2にしてない。ごめんなさい。ここを2にする。で、そうすれば、通るはずですね。はい、通りました。じゃあ、これマイナス1にすると、2足されますよね。ってことは、1になりますよね。もうちょっとわかりやすくしますか。バリューがマイナス1だったら、エクスペクテッドは、バリュープラス2とかになるかな。イメージ的にはこうですかね。はい、実行します。あ、ちょっと待ってください。これせっかくバリューって書いたのに、ここに渡してないです。こういう感じ。まあ、通りましたね。で、これが1でも問題は
あ、1だと結果が違うか。結果は1足したものになるはず。はい。で、もうちょっと違うパターンいきますか。3とかだと1足されるので、4で返ってくるはずですよね。うん。で、これ、マイナス5とかだと、1足すので、あ、だ、2足すので、マイナス3とかになるはずですね。素晴らしい。動いてるじゃないですか。いいですよ。こんな感じですね。はい。なので、まず、当初目的だった、1番のブールタイプについてもこれで良さげな感じですね。ちょっとね、ブールがトゥルーの場合、フォルスの場合、それから直地として指定された場合、BR のターゲットとして、トゥルーの場合、フォルスの場合が指定された場合とか、なんかちょっと細かい条件のとこはまだ終えてないですけど、実際なんかこいつはちゃんとローカル変数領域としてブールとして宣言され、なおかつ、ここら辺でスタックを使用した場合、ちゃんとブール用の定義が自動的に追加されているっていうのが確認できましたね。はい。それから、CGT の実装しました。こいつは参考演算子で true を返す、false を返すみたいな感じでちゃんと出るっていう状態になってます。それから BR false ですね。こいつも、0 or n になってるんですけども、まあそこもなんかもし将来的になんか判定パターンを増やさなきゃいけない場合も、あそこに BR フォルスコンバーターのところに、判定条件を追加すれば、まあ簡単に対応できそうだねっていうのが分かったと。はい、ということで、あれですね、ラベルちゃんと2つ使い分けて、しかもちゃんとラベル名は0と1みたいな感じで出ているっていうのが確認できたと。さらにそれを調べている過程で同じ場所を指しているものに対して、ね、辞書の登録がうまくいっていなかったという、まあ、問題も検出できて修正できましたということで、まあなんか分岐はなんか動きそうですね。いい感じになったんじゃないかなと思います。これ一回、保存しますね。そうか、テストコードがちゃんと通るようにしたいですね。そういえばまだやってなかった。それをやりたいと思います。今ここに見本コードは出ているのでこいつを使いますね。コンバーターテストの、ここのコンディショナルブランチターテストですね。ここのこのライトラインを何もないもので増殖させる。泥臭いエディターテクニックです。こいつを、まあこんな感じで増殖させといて、で、ここにペーストするみたいな、そんだけの、技です。はい。こいつですね。こいつの、ここからここまで。で、そうですね。タブのサイズが違うので合わせておきますか。今はこれ2つで、長すぎると見にくそうだったので、僕普段はタブは、スペース4でやってるんですけど、ちょっと見にくそうだったので2に絞ってます。こいつをそのまま、ここからここまでコピーします。そして、ここに、ペーストすればいいかな。あ、ダメですね。それではダメですね。そうじゃなくて、ここからブロックコピーで、こんな感じでコピーすれば、後ろスペース入っちゃうかな。あ、いけましたね。あ、素晴らしい。ビジュアルスタジオ、いいじゃん。ああ、いいですね、いいですね。大体想定した通り、ちょっと数が足りませんでした。数が足りなかったので、なんか、
すごく変なことなんですけど、もう一回やり直すか。これもちょっと、行数を増やしておいて、で、もう一回こいつをコピーして、で、こいつの、先頭のところでペーストすると。はい。で、余分な行を削っとけば、いいですかね。こんな感じかな。はい。まあ、空行を入れてるところは微妙ですけど、まあ、こんな感じで削っとけばいいと。あ、これじゃ。こうかな。これでいいんじゃないかな。ソースコード中にダブルコートとかも含まれてないから、基本これでいいはずですね。よし、動かしてみますか。ランウォール。あ、通りましたね。はい。すべて通りました。よし、じゃあこれを、コミットします。ああ、サポートというか、はいですね。テスト。アップ。グラン、シ、テスト、カム、エルフステート、感じですね。プッシュしますと。はい、いい感じでできましたね。はい。ここで区切るか、あとちゃちゃっと、8ビット、16ビットの値のサポートを入れるか。もうすでに47分なんだよ。入れるか。入れますかね。あ、じゃあ、ではですね。これ、OK。まぁ、ちょっとホワイト4やってないですけど、なんかもういいような気がしてます。どっかで入れましょう。なんかもう飽きてくるので。で、こっちの8ビット、16ビット整数ですね。ブール型は、今の話でできたので、いいっていうことで、あと8ビット、16ビット整数とフロートダブル型。で、8ビット、16ビット整数は、そのまま今のほぼ延長上で一回実装するだけなので、簡単そうな気がする。あとフロートダブルですね。どうしようかな。一回切るか。まあ、じゃあ一回、今回はここまでにして、次回、86とフロートダブルをやるって感じで、一旦切りたいと思います。ここに、まあ、ラベルつけますね。シャープ、6-18、今回18ですね。18でラベル、タグをつけます。はい。ということで、一旦ここで切って、続きは、次回に持ち越ししたいと思います。じゃあ次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。